こんにちは。PM 事業部の村上です。今回ですね、最近の PM 事業部についてお話ししたいなと思います。ここ最近ですね、繁忙期に突入しまして、慌ただしい日が続いてるんですけども、例年に比べて待機は少ないという点が1点、今まで繁忙期との違いがございまして、これにつきましては、周辺物件値上がりしてるっていうことや、引っ越し費用の高騰化が原因によって退去するのに抵抗があって解約が少なくなってるっていうことも考えられますね。こちら の退去の少なさによって我々 PM 事業部 の空室率が 2% を切りまして非常に高いレベルで PM 事業部の運営が成り立っているのかなと思います。退去が少ないってことはですね、都心に人が集まろうとしてても物件がないってことで貸せる物件が非常に高値であっても借りたいっていう状態が続いてまして、今まで相場家賃より買いした物件がポン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 決まっていくようになってますね。今後もですね、退去前の物件は強気に募集を出して、それで退去後反響を見て、それでもまだお申し込みや反響が乏しかった場合はすぐに条件を切り替えてご提案させている次第でございます。またですね、現状回復の際に居室のクロスが汚れた場合などは、アクセントクロスを弊社としてご提案させていただいております。狙いとしては周辺に競合物件が多数存在した場合は室内内装がどういう形なのかによってお客さんが判断するので、そこにアクセントクロス壁に一面貼ってあるだけでこの物件が内見した時にお客さんかなり印象に残るので、より短期でのご入居につながってまいります。とあともう一点、募集する際にですね、アクセントクロスを貼る際はお申し込み者様に決めさせるというのも一手ありまして、お客さん自身に決めさせることでこの物件を自分の好きな色に染められるということで、申し込んでからキャンセルのリスクが非常に低くなりますので、なかなか有効な手なのではないかなと思います。で本日はこれで以上となります。ありがとうございました。